名城大学は、愛知県名古屋市天白区塩川区地一丁目501番地に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、名城、名城大。地理院地図 Google マップ名城大学旧学部11、研究科を要する、中部県最大の総合大学である。学生数1万5千人を超える。 分離融合型総合大学。大学院独立研究科として、総合学術研究科、大学、学校づくり研究科、ホーム研究科を設置している。愛知県名古屋市中村区に付属高校を有する。2014年に、名城大学の赤崎勇教授及び山野博士、元教授が、ノーベル物理学賞を受賞。 2019年に名城大学の吉野明教授がノーベル科学賞を受賞した。自然科学分野において在籍教員から3名のノーベル賞受賞者を輩出したのは日本の私立大学では初である。名古屋ドーム前キャンパス学部付属機関、編集、大学院理工学研究科、大学院農学研究科、大学院薬学研究科の大学院生が、 学会におけるポスター賞等を毎年多数受賞している。理工学部数学科で高校3年を飛び越す飛び級を実施している。著名な研究者として赤崎勇、天野博士、飯島澄夫、中川正美、水田洋、吉野明などが挙げられる。なお、赤崎、水田は名古屋大学を退職後、名城大学に再就職した経歴を持つ。また、吉野は、 旭化成名生フェローでもある。21世紀 COE プログラム、編集私立大学学術研究高度化推進事業、編集私立大学研究ブランディング事業、編集その他、編集開学75周年を記念して建てられたタワー75は、天白キャンパスの象徴的建造物であり、最上階からは、名古屋駅周辺の高層ビル群や名港トリトンが、見渡せる。 多目的グラウンド、全天候型テニスコート、屋外プール、野球場などの各種競技施設が併設された日清総合グラウンドがある。13ヘクタールの敷地内に、作物、果樹、素材、作物の補助畑や樹林、畜舎を有し、学部実習農場や研究農場として使用。芝生広場、グラウンドなどもある。農場本館は、 旧名古屋陸軍造兵省だから伊勢造所本館を利用している。1995年4月よ利用していたが、2017年3月をもって閉鎖した。その跡地の大半を学校法人、上野学園が借用し、2019年4月より、岐阜医療科学大学科にキャンパスとして使用している。国内、編集海外、編集体育系、文化系に分かれており、 約140のクラブ、サークルがある。毎年10月下旬か11月上旬に、天白キャンパスと、ヤゴキャンパスでは3日間、名古屋ドーム前キャンパスでは2日間それぞれ開催される。3万人以上の人々が訪れ、大規模な大学祭となっている。学術発表やステージでの発表、模擬展などがある。名城大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。